どうも、ハイチです。仕事部屋があまりに暑いので違う部屋で撮影してます汗だくなるからね。で、今回のテーマはですね、こちら、5教科それぞれの勉強の仕方について簡単に話していきますので、よかったらお付き合いください。ではまず数学と英語からいきます。で、この2つ、まあ、勉強の仕方っていうところちょっと外れるんですけど、この2つの科目ってピラミッドの科目とよく言われています。で、どういうことかっていうと、土台を作って、ピラミッドってこうなってるでしょ。土台を作って上に乗る。その上に乗る。上に乗るっていう感じ。だから、本当は小学校がもちろん土台にはなるんですけど、ちょっとそこを抜いてね、中学校からの話をすると、中1の勉強をします。で、ここまで本当は中1の勉強で土台があるはずなのに、半分だけまあ、完璧というか、できるようになってる。そうすると半分抜けてますよね。抜けてるところ、土台がないところに中2の勉強のその部分乗るわけないんですよ。だから、みんな何が言いたいかっていうと、夏休み使って数学と英語頑張りたいと思ってる方は、自分がどこでつまずいてるのかっていうのをしっかり遡って、そっから埋めてください。中3からやっていくんじゃなくて、中1からやっていくんです。必要であれば。これ逆でやっちゃうと時間かかっちゃうんで、いいかな。中1から始めていく。いいですか。これ数 A は共通です。もちろん他の科目にも入れることなんですけど、数 A は顕著にピラミッドの科目の傾向が強いので、そこを意識してください。で、次は勉強の仕方なんですけど、数学で英語の一部で理科社会か。で、逆に言おう。国語と英語の長文以外の勉強っていうのは基本的に繰り返し学習が非常に有効です。つまり、一冊のワークを買ってきますよね。問題集とかワーク。それを繰り返し勉強します。よく一冊終わったら、はい、次っていう子がいるんですけど、それよりは一冊、もうこれ完璧にすっから。ってぐらいの気合を入れて一冊をやり込んだ方が有効です。で、やるときのポイントなんですけど、例えば、まあ、一回やりますよね。で、今日3ページやるって決めてやりますと。で、その時大事なのが、Z ですごい余裕だった。にね、解いてみてね。まあ、丸付けもした後だよ。余裕だった。で、次が、ちょっと迷ったけど、なんとかできた。三つ目はできなかった。例えば、ヒントを見てできたとかも入ります。これ、ヒントも見てできたっていうのはできなかったに入れてください、基本的には。なぜかっていうと、初見で自分の力で解けてないので、ヒントをもらってるからね。受験やテストの時ヒントはないから。これちょっと厳しく判定してください。余裕だった。で、迷ったけどできた。で、できなかった。できなかったにはヒントを見てできたも入れます。自分は。自分だったらね。で、これを3段階でマークをつけます。余裕だったはマークをつけなくてもいいんですけど、例えば、ちょっと迷ってできたのを三角。で、できなかったの。部類に入るのをバスとか。例えば、括弧1とかにそこにマークをつけるんです。全部。で、余裕だったらマークつけなくてもいいんだけど、で、なんでこんなことをするかっていうと、例えば一冊終わって、まあ、一冊終わってというか、今日3ページやりましたよね。で、自分がよく言うように、次の日にできれば同じ問題を復習してほしいんです。短いスパンで繰り返した方が絶対頭に残るから。で、その時に、全部やるのってもったいないじゃん。だって余裕だったんだったら次の日も余裕だってきっと。だから、それを抜くの。で、三角と×をつけておいて、×が優先ですよね。基本的にはできなかったので。いいかな。だから、2回目、3回目と復習をするとき、それは長期間にわたって復習するときもそうだし、短い期間で復習するときも、自分がどれを優先して復習するのかっていうのを分かるように。これは非常に時間効率が上がるから、それは絶対つけます。いいね。それは大事。これ繰り返し学習するとき、これは全部の科目に共通です。必ずやっていきましょう。その方が時間効率上がるからね。で、さっき、繰り返し学習があまり良くないと言った英語の長文と国語です。で、これに関してはですね、なんで有効じゃないかっていうと、長文とか、あと国語の文章問題ありますよね。で、答え覚えません？なんとなく。例えば選択問題とかとよく。これやったら、例えばさ、やって、次の日やっても、あれこれあじゃね？とかさ、これ絵だったよな、みたいな。覚えちゃうんだよね。だから、基本的に繰り返しがあまり有効ではないんです。その代わり大事なのが丸付けです。全部に言えることなんですけど、問題集をやります。やったら即丸付けをします。後で丸付けは絶対ダメです、これは。例えば、問題集やった後に、ちょっとご飯を食べてくる。お母さんに呼ばれたとかね。ご飯を食べて、後で丸付けしよう。これは絶対やめてください。問題を解いた時に丸付けをしなかったら、繋がらないから、脳の中で。ご飯食べるでしょ？ 1、2 時間経ってから、よし、丸付けしよう、さっきの、つって。あ、間違ってるって。あれ、なんで間違ってんだろう。ってなっちゃうから。ね。せっかく勉強するんだったら時間効率。ね。せっかくやるんだったら効率よくやっていきましょう。で、話を戻すと、その丸付けをするときに、例えば国語で例え言いましょうか。国語のときに、あいうえって選択肢ありますよね。で、そのときに、じゃあ間違ってたと。
で、あ、間違ってた絵だったのか。あ、なるほど、そんな感じか。じゃなくって、なんで絵なのか。その回答がね。本文のどこにヒントがあって、で、解説書いてあるから、基本的には。どこにヒントがあって、あー、こういうことが書いてあるから、ここと繋がって絵だったんだな、っていうのが一個。で、もう一個は、自分が青を書いて間違ってるんだったら、あの、その選択肢の何が間違ってたのか、自分がどこを読み間違ってたのか、読み取れてなかったのか、までやるの。英語の長文と国語っていうのは、丸付けに非常に時間かけてください。それをしっかりやることで次に活かせるから。それをさらっと、あ、絵ね。あ、オッケーオッケー、バツ。まあ次、気をつけるか。あー、これ、あー、微妙だな。まあオッケー。まあ、ちょっとニュアンス違って惜しかったな、みたいな。じゃあダメなの。しっかり読み解く。答えのね。だからよく言うんですけど、英語の長文とか国語のね、その問題を、問題集どんなのがいいですかって言われたら、回答を見て、自分がこの回答詳しくて分かりやすいなって思うものを選んだらいいです。この二つに関しては特に。ただ、この参考書がいいっていうのは特におすすめはなくって、それはみんなが本屋さんに行ってもいっぱいあるから、参考書。自分がしっかり見て、これで勉強したいなって思うものを決めるの。基本的に本屋さんに並んでるもの、本屋に並んでるものっていうのは悪いものはないです、そんな。だって売られてるものだもん。その作った人が一生懸命考えて作ったものだから、基本的に悪いものはない。だけど、自分がこれで勉強したいなと、頑張りたい、この一冊やり込みたいなって思うかどうかが大事なの。いいね。そこで選んでください。はい、という感じで、ちょっとざっくりなんですが、ひとまず、もうね、ちょっと本当にざっくりですけど、勉強の仕方を話させていただきました。ちょっと動画が長いっていうコメントがちょっとあったので、少し手短に済ませました。はい。で、他にもいっぱい質問いただいてて、答えたいもたくさんあるんですけど、動画は分けます。はい。できる限り一本短くしたいなとは思っているので、まあ、今回はこんな感じです。で、また質問があったりした場合は、コメント欄とか、ツイッターもやってますので、ツイッターの方で送っていただければと思います。その場で返せるものは返すようにはするんですけど、ほぼほぼ今ちょっと時間的に返せないので、こういった動画で話す感じで、またね、いろいろ答えていこうと思いますので、もし何かあれば書いてみてください。では、今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。